中島敦志、東京市四ツ谷区丹須町生まれ、1942年文学界に古丹の名で、三月期と文字化が掲載され、光と風と夢で芥川賞候補になり活躍が期待されたが、持病の喘息が悪化し、同年12月4日死去。遺稿、李陵、弟子が発表され、類まれな才智の創生が惜しまれた。三月期、中島敦志。老妻の李朝は、博学才芸、天保の末年、若くして名を古坊に連ね、ついで校内に干せられたが、性見解、自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾縛もなく、官を退いた後は、古山、閣略に飢餓し、人と交わりを立って、ひたすら思索にふけった。歌手となって、長く膝を俗悪な代官の前に屈するよりは、地下としての名を死後100年に残そうとしたのである。しかし、文明は容易に上がらず、生活は日を追うて苦しくなる。李朝は、ようやく焦燥に駆られてきた。この頃から、その要望も彫刻となり、肉落ち、骨ひいれ、眼光のみいたずらに軽々として、かつて真摯に東大した頃の豊胸の美少年の面影は、どこに求めようもない。数年の後、緊急に耐えず、妻子の移植のために、ついに節を屈して、再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは、己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩は、すでに遥か高位に進み、彼が昔、ドンブスとして滋賀にもかけなかったその連中の仮名を廃さねばならぬことが、往年の春祭李朝の自尊心をいかに切りつけたかは、想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教会の性はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても、何の手がかりもない。その後、李朝がどうなったかを知る者は誰もいなかった。翌年、監察御史、陳軍の袁さんという者を直面報じて、霊南に仕えし、道に小王の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、駅里が言うことに、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょう、と。袁さんは、しかし、共回りの多勢なのを頼み、駅里の言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに、林中の草地を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎は、あわや袁さんに踊りかかると見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだった。と繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に、袁さんは聞き覚えがあった。胸郭の中にも、彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は、我が友、李朝氏ではないか？袁さんは、李朝と同年に紳士の台に登り、友人の少なかった李朝にとっては、最も親しい友であった。温和な袁さんの性格が、俊俏な李朝の正常と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは、しばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われる、かすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって、低い声が答えた。いかにも、自分は、老妻の李朝である。と。袁さんは、恐怖を忘れ、馬から降りて、草むらに近づき、懐かしげに休暇を除した。そして、なぜ草むらから出てこないのか、と問うた。李朝の声が答えて言う。自分は、今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に、浅ましい姿をさらせようか。かつまた、自分が姿を現せば、必ず君に、威風堅栄の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし、今、図らずも個人に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうか、ほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、かつて君の、友、
理長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時エンさんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとはしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、エンさんが現在の地位、それに対する理長の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない誤調で、それらが語られた後、エンさんは理長がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。総中の声は次のように語った。今から一年ほど前、自分が旅に出て女水のほとりに泊まった夜のこと、一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず、自分は声を追うて走り出した。無我夢中でかけていく中に、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから、谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分は初め目を信じなかった。次に、これは夢に違いない、と考えた。夢の中で、これは夢だぞ、と知っているような夢を、自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと悟らなければならなかったとき、自分は呆然とした。そうして、恐れた。全く、どんなことでも起こり得るのだと思うて、深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。全く何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きていくのが、我々生き物の定めだ。自分は、すぐに死を思うた。しかし、その時目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はすなわち姿を消した。再び、自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ、一日の中に、必ず数時間は人間の心が返ってくる。そういう時には、かつての日と同じく、人語も操れれば、複雑な思考にも耐え入るし、継承の諸句をそらんずることもできる。その人間の心で、虎としての己の残虐な行いの後を見、己の運命を振り返る時が、最も情けなく、恐ろしく憤ろしい。しかし、その人間に帰る数時間も、日を、減るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように、そうすれば、しまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても、友と認めることなく、君を裂き、苦労て、何の快も感じないだろう。一体、獣でも人間でも、元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。なのに、俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全くどんなに恐ろしく、悲しく、切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを、この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ、
俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。エンさんはじめ一行は、息を飲んで総中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は、元来詩人として名を成すつもりでいた。しかも、ゴー、今だならざるに、この運命に立ち入ったった。かつて作るところの、詩数、百編、もとより、まだ世に行われておらぬ。遺構の所在も、もはやわからなくなっていよう。ところで、その中、今もなお希少せるものが数十ある。これを、我がために、伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。策の功績は知らず、とにかく、三音破り、心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも後代に伝えないでは死んでも死にきれないのだ。エンさんは部下に命じ、腕を取って総中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編、拡張項が一種卓抜。一読して作者の際の非凡を思わせるものばかりである。しかし、エンさんは簡単としながらも漠然と次のように感じていた。なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることに疑いはない。しかし、このままでは第一流の作品となるのには、どこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないか、と。九州を吐き終わった李朝の声は、突然調子を変え、自らをあざけるがごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でもこんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は、俺の詩集が、長安風流人士の机の上に置かれている様を、夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだ。笑ってくれ。詩人になり損なって虎になった哀れな男を。エンさんは、昔の青年李朝の自嘲癖を思い出しながら悲しく聞いていた。そうだ。お笑い草ついでに今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中にまだかつての李朝が生きている印に。エンさんはまた歌詞に命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。時に残月、光冷ややかに、白露は地に茂く、樹冠を渡る霊風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや事の起源を忘れ、祝然としてこの詩人の発行を嘆じた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかとわからぬと宣告は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であった時、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚構だ、尊大だと言った。実は、それがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろん、かつての教頭の記載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかし、それは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといってまた、俺は俗物の間にごすることも潔しとしなかった。共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心とのせいである。己の玉に、あらざることを恐れるがゆえに、あえてコックして磨こうともせず、また、己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原にごすることもできなかった。俺は、次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによって、ますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが各自の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては己の外形を核のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は、俺の持っていたわずかばかりの才能を空費してしまったわけだ。人生は、何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短い、などと口先ばかりの稽古を浪しながら、事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、
ポックを厭う怠惰とが俺の全てだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを僭越に磨いたがために堂々たる鹿となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような快を感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今、俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったとしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、俺の頭は日ごとに虎に近づいていく。どうすればいいのだ、俺の空気された過去は。俺はたまらなくなる。そういう時、俺は向こうの山の頂の岩に登り、空谷に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は、昨夜もあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし、獣どもは俺の声を聞いて、ただ恐れひれ伏すばかり。山も木も月も露も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り、地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれる者はいない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように。俺の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではない。しばらく、あたりの暗さが薄らいできた。木の間を伝って、どこからか、行革が悲しげに響き始めた。もはや、別れを告げねばならぬ。酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたから、と、李朝の声が言った。だが、お別れする前に、もう一つ頼みがある。それは、我が妻子のことだ。彼らはまだ確略にいる。もとより、俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも道徒に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩公これに過ぎたりはない。言い終わって、総中から慟哭の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李朝の意に添いたい胸を答えた。李朝の声は、しかし、たちまち、また宣告の自嘲的な調子に戻っていった。本当は、まずこのことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら。飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして、付け加えて言うことに、エンさんが霊南からの祈祷には決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて、友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また、今別れてから前方百歩のところにあるあの丘に登ったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。エンさんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に登った。草むらの中からは、また、耐えざるがごとき、悲求の声が漏れた。エンさんも幾度か草むらを振り返りながら、涙の中に出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って、先ほどの林間の装置を眺めた。すなわち、一匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たのを彼らは見た。虎は、すでに白く光を失った月を仰いで、二声三声方向したかと思うと、また元の草むらに躍り入って再びその姿を見なかった。